にちは。ピン、あ、これはリーちゃんかな。私名前をなかなか覚えられへんから ID 変わるとちょっと記憶があれなんですけど。あ、ももちゃん、今日なんかももちゃんを久しぶりに思い出してなんか見に行ったんですけどね、インスタの不具合でなんかちょっと。あ、りーちゃんや、やっぱ。ララダさん、はじめまして。久しぶりに今日は平岡農園のももちゃん、久しぶり。自然の中で、自然言うてもそないにすごいあれではないんですけど、畑なんでね。ああ、そうなんや、ももちゃん。なんやろね。なんか、あれだね。あ、かおりさん、やっほー。この、ここに毎年咲くね、桜が、あ、まだ咲いてないかな。これもうちょっとしたら咲くんだけどね。淡路島の海が見えます。なつきさん、こんにちは。すごい、なんやろうね。あのね、ケイシーのリーディングですごい感動したやつが、それをシェア、どっかに記録してシェアしたいなと思いながらですね、なんか、なんだろう、でも3月入ってからエネルギーがすごいどんどん変わってるなと思うんですよ。あ、みきちゃん、あ、みさき、みさき、やっほー。多分ね、なんかそのあたり抜けたって人が結構おるんちゃうかなと思うんですよ。軽くなったとか、新しいなんか、あ、まりちゃんさん、こんにちは。展望に、が開き出したとか、まあ逆に新しいステージだから、お別れとかもあると思うんですけど、うん。で、なんやろう、私、いろいろなんか、突然、春分にやりたいことが浮かんできて、あまりにも直前で無謀で、誰も来ないかなとかちょっと心配があるんですけど、なんかまた記事書こうと思うんですけど、淡路島の横にあるぬしまっていうね、こっちがあの本当の小野ころ島って言われてる場所で、なんか新しい雛形、多分それをあげる感じに。あー、ルイさん、こんにちは。広島でありがとうございました。淡路島のセドナって香里さん。なんか雛形をあげたほらいいっていう感じのインスピレーションが来て、まあぬしまって不思議な場所で、淡路島は国生みの島でしょ。でそれが本当は、あの、淡路島って言われてるけど、その淡路の横にある小さな淡路島が本当だっていう話があって、で、何年か前からそのスピリチュアルなことを、ハロー、あの、いろんなお知り合いができた中で、結構聞いたのが、なんか、いろんな国のシャーマンとか、そういうマスターみたいな人が、ぬしまに、なんか、ぬしまっていう島のことも知らずに、あ来そうだね。知らずに、なんか、世界、地球のとこにこんな島があるから行きなさいって神様メッセージが来て、それで調べてきましたとか、マヤ、あとドラゴン族、何だったっけ、私忘れちゃったけど、
あれどこだったかな、合わせたな、どこか長老的なドラゴンスクールとかやってる人とかもなんか来たりとか、なんかあと地図の上にポタッとあのインクが落ちて、そこに行きなさいって言われて行ったらそれがヌシマだったとか、イスラエルももちろんね、淡路とイスラエルは縁がユダヤであるんですけど、なんかそういう宗教とかあの人種超えてなんか神様に呼ばれてここに来るように言われて来ましたって人がすごいいるのよ。で、私が知ってるだけでも、私が聞いてる範囲だけでそんなにいるから、知らないところでもいっぱい来てると思うんですよね。で、なんか私前インド人のなんかそれこそあのレムリアとかエジプトに詳しいチャネラーの人がいて、その人はレイチャンドランさんっていうんだけど、アーパーブルーさんこんにちは、レイチャンドランさんっていう方がいて、その方にあの沼島にね一緒に行くご縁があって行った時に、ここでやったことは世界に広がるそういうエネルギーのある場所だっていう話を聞いたんですよ。で、海底には神様がいるっていうのをいろんな人が言うんだけど、あそこはまあ竜宮城的な、あ、蛍星さんこんにちは、あのなんか海底に神様がいるっていう感じのレムリアの穴とか言われてる石とかがあって、まあちょっと説明がなくなったけど、とにかく沼島はねスペシャルな場所なんですよ。淡路のさらにエネルギー的にすごい場所。ヤッホー、ダルボシさん。で、あの、そこでね、あの、春分に集まりをしようと思って、で、私、ずっと法座って言ってるけど、あの、原型はお寺の法座なんだけど、なんていうんかな。定期的に集まって喋ることによって、なんかこの人好きとか嫌いとか、この性格とか、ここが嫌だとか、なんかこの人の方が好きとか、そういうのが普通人間はあると思うんですけど、どうもどうもそれをね、なんかね、時間を重ね、お互いの悩みとか夢を共有していくと、不思議なんですけど、性格合わん人とかでもね、なんか嫌じゃなくなってくるのよ。お互いの深いところが共有されて同調してくるのかな。で、私はそれをなんか昔すごい仏教を真剣にやってた時にそれをさせてもらって、あのもちろんしていた私の家の場所もめっちゃなんか恩恵とクリアリングがされるし、なんか集まった人の夢がどんどん叶っていったり、悩みは解決していくし、そういうのがあって、それが法座の原型なのね。で、なんかお茶会とかセッションだとやっぱりお金が結構かかるから、それ無料ですと私もしんどいんだけど、でもなんか法座だけはなんかみんなが来やすい形を何かできないかなってずっと考えてて、サーバー不具合、おー、なんかインスタすごかったね、不具合、フェイスブックも不具合が、まあなんかそれで、なんか私は自分の魂の願いとして、仲間人嫌いだし一人が好きだし、なかなか一致する人に会えないんですけど、でも私の魂の、あの、願いとして星とかにも仲間を、一緒にやっていく仲間を欲しいって書いてあるのよ。で、それは私はもう初めからピタッと来る人ずっと、今までもそうだし、探してたけど、そうじゃないのかなって。なんか、それだと優れた人にならないといけないなってくるから、そうじゃなくて時間と空間を重ねて共有して、安心して自分を出せる場をギャラクシーピンクテンプで作れたら
それぞれの夢と、なんか悩みも解決してない、あの、夢も叶え合っていけるというか、そういうのができるのかなと思って、まあちょっと長くない。ケイシーの言葉で私がすごく感動したのが、祝福の水路になるっていうやつで、まあ自分を通して、恩恵のある存在になるってことなんだけど、なんか多分自分自身の中に悩みとか心配事があると、なかなかそういう風にはなれないんだね。人のためにとか、自分を置いて人のためにするとおかしくなるから。で、なんかそれを重ねていけるような場を作りたいし、その雛形として、なんかこう主までなんか止まって、自分の表を遠慮なく出す、そういう時間をちょっと作りたいなと思ったんですよ。で、まあちょっと今まだ設定とか考えてるけど、あ、もう一週間ぐらいしかないので、ひふみの日春分ね、うん、甘えみありがとう。まあ沼島の美味しい旅館があるんで、そこに泊まって、まあ美味しい魚介類食べつつの夜は夢を見て、沼島はなんか地中に引き込まれる感じがするっていう人がすごい多くてね、泊まった人は。私もすごい引き込まれるなっていう感じがあるんですよ。で、その地中海底ですよね、そこに入って、あの夢っていうのは、自分の潜在意識の自分からのメッセージとして引き出してくれるものなんで、それを受け取って次の日に、春分の前日に泊まって、次の日に、それを共有して、さらに未来的なものを引き出していくっていうのができたら面白いなとちょっと思っております。まあ、なんかちょっと伝わったかわからないですけど、まあ、またちょっととりあえず募集して、誰か来てくれたら嬉しいし、いなかったらまあ私一人でも、ちょっとその日はどうしても春分の島に行こうと思ってんだけどね。ハッピーメロンソーダさん、こんにちは。いやー、まあ雛形ってそんなもんなんでね、始まりはそういう小さく、そこから大きくしていくものなんで、ちょっとそのインスピレーションが来たんで、これはやろうかなと思っております。なんか話したいことがあったけど、ちょっとなんか今その話すあれじゃないような気が、ケイシーのやつについてはまた別の時にライブ配信しようかな。あ、いつみっちいいでしょう。なんか参加費をゼロにするか、自由金額にするか、ある金額を設定してやるかとか、いろいろ考えてんだけどね。なんかね、私無料でやった時に、無料だとね、逆にそこにエネルギーを乗っけない、安いからでなんかエネルギーが発生してしまう時があって、それだとちょっとその今回の趣旨に合わないんだよね。世界に広げていくレベルのエネルギーを何か持ったものになるはずなので。そうなの、三崎ぬしまに集合。いつみちこんにちは。あ、集合っていうかね、ぬしま行きにくいから、ちょっと春分が21でしょ、3月21ひふみで、その前日の20日に20日の夕方ぐらいに淡路で集まって、まあ3時ぐらいでお茶からお茶してもいいよね集まって、そっから沼島に行くのは車で行って船で行かないといけないので、いきなり集合はちょっとあれだから、そこはもうまあ私がナビゲートして行くんですけどね。いやー、なんかあそこは本当にかなりすごいエネルギーなんで、まあきっとこういうインスピレーションがあるってことは、あの来る人がいるんだろうっていうか、そこでエネルギーを上げるべき人が誰かいるんだろうと思ってるんですけどね。まあ私が上げたいんですけどあ、その、なんつうの、
その場作りとしてのエネルギーをまず一つ挙げたいのと、自分が作っていく朝とまこもこのタイミングで、地球に広げるべくのエネルギーを上げたいのと、ドッグフードも含めてね、そこは私あるんですけど、まあなんかセッションとかお茶会来てくれる方で、最近はなんかクリエイターとなんか作る人とか多かったりするので、場があればね、なんか仲良くなったらみんなこう気楽に一緒につながっていけるかなっていうのがあって、うん、なんか私やっぱその法座を重ねたことでできたご縁がすごい、あのいいご縁がいっぱいあったんで、それをまた新たにあの逆子ピンクテンプでできたらいいなと思ってんですけどね。まあ恩返しですね、私がしていただいたことの恩返しとして、今度は私がその場を作りたいなっていう、まあ自分はホールド、場を作ってホールドするのが役割で、来てもらったみんなが喋ってもらって仲良くなるっていう、そんなイメージですけどね。いさきその顔は一体。まあちょっとまあ夢の凄さを最近ちょっと今やってて実感してるので、ケイシーは寝てる時にしかサイキックを発動できなかったんだよね。でも寝てる時にアカシックレコードを取りに、まあそのリーディングしてるんだけど、私らも寝てる時宇宙図書館行くっていうやん、同じなんだけど、夢を記録してそれを読み解くと、予知とかね、すごいメッセージがいっぱいあるのよ。で、私寝る前になんかこう自分が知りたいこととかを設定して、明日の朝起きた時はこの夢の答えを覚えているっていう設定をして寝たりとかすると、めっちゃ覚えてるし、書き留められなかったやつは普通の時間の中でメッセージ来るのね。だから結局寝てる夢を記録して自分で読み解けるっていうのは、ケイシーがやってたことを同じシステムをやるってことなんだよなと思ってね。あ、すごいね、美咲。なんか夢を見る方が三位一体、肉体、心、魂がつながった状態になってるって言ってたけどね、三田先生は。まあ、全然見ないって人もいると思うんですけど、見て記録しようと思ったら、私もあんま見ない方だったんですけどね。見て記録しようと思ったら、なんか覚えてるようになります。大事なやつを。うん。で、この主までっていうのもそのインスピレーションから来たと思うんで、まあ、とりあえず、やる。なんか、何回やってもその、なんつうの、集客とか人が来てくれるかっていつも不安なんですけど、イベントとかね。まあ私はこういう時、一人だったとしてもやるっていう風に腹をくくって進みます。そしたら、がっくりしないから。そうだったとしても進めるから。うん。はい。まあそんな感じですね。いや、もっとなんかケイシーのね、詳細な話をしようと思ったんだけど、この外のエネルギーだとどうも私はこう深い話するモードにならないね。あ、それで私今までこうなんか静かなダンスだけだったんですけど、ふとねアクティブな曲かけながら、し結構ドッグフードとかしてるんですよ。で、踊りたくなったら踊ったりね。で、前もシェアした運動をして、それでも腰痛とか治らない場合、なんか例えば関節の不具合とか、ももちゃん、ケイシーシェアするよ。すごい大事なことが、体と魂のつながりについてのもう超感動したネタがあるんで、それをシェアしたいんだけど、なんかここで今それするんじゃないらしい。そうします、今日の夜かもしれない。
で、あのそういうのもダンスするとね治るのよ。で、あのいつものじゃないアクティブな方のダンスを一回ここでやってみようかなとちょっと思ったんですよ。これは私自分が太ってるからアクティブなダンスとか恥ずかしいので、あの上げたことないんですけど、でもまあなんか一人でいるとき踊ったりしないとか恥ずかしいとかあると思うんですよね、多くの人が。でも一人でいて一人で踊って歌えたら、どんな悩んでてもその場で即幸せになれるからたとえその踊った後また元に引き戻されても、あのハッピーちゃん、ハッピーちゃんなんかすごいミレニアムとか言ってるらしいよね。 あんなすごいんじゃなくて、ただ自分が好きに踊るやつねで、私もコアルちゃんとかのあれ見てるから、ああいうダンススクール行ったんだと思ってびっくりした。うん。で、なんかあの自分が楽しくなるためです。そして自分の中の滞りがダンスをすることによって取れるから。でも人前で踊る方が難しい、なんか恥ずかしさとかいっぱい勝つじゃないですか。でも一人で踊るのも恥ずかしい人がいっぱいいると思うんですよだからまあ、あの私太ってるけどこんなんで踊ってますよっていうのをちょっとあれしようかなと。で、私ドッグフードがあの犬のがん治る子とか多かったりね、割と病気が驚異的に治って余命何ヶ月の子は何年も生きてますっていう感想が結構いただくんだけど、これは私振り返ればずっと大好きな音楽を常に大音量でかけて踊りながら作ってたからじゃないかなって思ってんですよ。そのエネルギーで作ってたものだからきっとそういう効果があるんだろうなって個人的には思ってて、なんで踊ってたらね瞑想状態になるんでね、肉体も一緒にね、さあおすすめです。あ、ちょっと恥ずかしいけど初のトライでやってみましょう。リーちゃんどこでも踊るよ。今日恥ずかしいけどねまあいいな。音に乗ってるだけなんで別にかっこよくもないですよ。
こんな感じですよ。好きな音楽入れてね、あのスピリットダンスっていうのがあるのよ。山川こうやさん、きこさんが何十年もやってるやつ。好きな音楽かけて好きなように踊るやつね。これで私は関節とかの不具合が治る。感じよ。次の曲をねかけて、あ、そうそうそう、夏至の日の皇居ね、その時もスピリットダンスやったんだけど、あんまり踊ってくれる人がいなかったんだけど、踊ってると何もなく無条件で楽しいんだね。Amazon プライムとかでいい曲、結構プライム入ってたら無料なのかな。体も潜在意識も全部つながるから、ダンス、ダンスメディテーションという言葉があるので、ダンスは瞑想になります。楽しいでしょ。これを定期的に集まって好きな曲でみんなで踊るっていうのを山川さんらやってるって、私はそれにずっと出てる子に教えてもらって、あと他にお塩アシュラムとかいてる人が一緒にコラボでイベントした時ね、ダンスメディテーションっていうのがお塩アシュラムでもやってるって教えてくれたの。淡路島の海でみんなで踊りましたよ。ある？なんか考え方とか変えても抜けられない悩みとか、そういうのはやっぱりこういう体を動かして、まあまたシェアしますけど、全然すぐですよ、気分を変えるのは。ダンスであります、ダンスメディテーションというのがあります。リーちゃん可愛かった。私顔変わるらしいね。あのダンスの時だけセクシャリティも私解放できるっていうか、いつもは封印してんだけどね。エネルギー変わるって分かる人もいる。私今まで気が向いた時しか踊ってなかったけど、増やそうと思って。あ、そんな感じですよ。ぜひ皆さんも踊ってくださいね。あの家事でも何でも好きな音楽かけて踊りながらやったら、あの全部楽しいことに変わりますからね。ハイブリズムスっていうなんかやつを誰でもできるようにしたのが、その山川さんのスピリットダンスらしいけどね。ダンスはだから楽しい動的な瞑想ですね。うん。
歩くのも瞑想だけどね。ケイシーは運動の中でダンスじゃないや、歩くのが最もいい運動だって言ってたらしい。いや楽しいですよ、魂が喜びます。あーこれだけ、これ終わったらじゃあ終わろうかな。ブルノマーズいいよね。別に上手じゃなくていいんですよ、あの体を動かすっていうだけ。楽しいですよね私そんな体力ないんで一生懸命踊るともう1曲か2曲だけなんですけど、まあ、どこでやってる時がこういう感じ、ね、乗りながらずっとやってます。腰とかも回すと体にめっちゃいいしね、エネルギー的にも。こんな感じです。またケイシーのことはなんか別の落ち着いた場所でシェアしようと思います。あ、ブルーノ・マーズマイケル好きらしいね。影響も受けてるんだ。ダンスも上手だよね私は自分が太ってるからね、踊るのちょっとあれなんだけど、恥ずかしいなと思うんだけど、周りが 見られてるとね。まあでも日本人だ、踊る習慣が日本であんまないから、ぜひぜひって感じで。わあいい感じですね、ミキさん。はい、そんな感じでまた犬をカットしたチョコレート。犬は喜ぶはずですけどね、そういうの。音楽ってやっぱいいよね。鳥は見てた。ノリとあげたりでもそうだし、あーいいね、ホタルボさん、お皿洗いながら踊った。これ、なんか、著作権でライブ配信消えたりせえへんかな。音楽だったら違いを超えて一つになるんですよ。で、私は踊ってる時、大嫌いな人が前に来てもその輪にね、なんかこの人が存在しててよかったなって思えるんですよ。そう思えた時があって、だから一緒に踊るってすごいって思ってる。
まあ、あの、どう形なのかわかんないけど、とりあえず春分の野島で意識上げをして、それがきっと未来の文明に意味ある何かになると思うので、見ては理解しない。そうだね、あの、お付き合いくださりありがとうございました。またね、ありがとうございます。